でも、体も鍛えているということで、うん、弓道ってありますよね。おお、はい、あれね、姿勢もいいしね。かっこいいよね。そうですよ、すごい憧れる、はい、あれをちょっと、やってきまして、あれはストレス解消にもいいですし、なんていうんですか、集中力も増す、うん、女性にもちょっと人気らしいですよ。へえ、ちょっとお時間あります？あ、はい。ないって言われたらどうすんのよ。弓道一直線、岡村隆史です。弓道と言いますと集中力ですわな。集中力に関しては定評があるお笑い芸人なんで、おそらくもう最後にはポーン言うて、でズバーンと的に突き刺してですね、当たりって言うてですね、でも帰ろうと。というわけで向かったのは神奈川県横浜市の常盤台弓道場、うん、ここでは週2回の初心者講習があり、最近は OL さんにも人気なんだそうです。へー、頼もう。もしかして、もしかして、もしかして先生の方ですか？はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回弓道を教えてくれるのは斉藤恵里香先生。学生時代は全国大会準優勝など輝かしい経歴を誇る若き弓道の達人です。弓道まるっきり初めてなんですけど、はい、あちらの的にズバーンとちょっともうねじ込んでやろうかなと思ってるんですけど、半日で、はい、なんですけど、あ、半日で今まで的に当たったっていう人はですね、はい、今まで聞いたことないんですよ。今日目の当たりにすることやと思います。そうですか。射抜いちゃっていいですか？もう射抜いた時点でもうこれ終わりですから、ね。はい、やってみてください。結構距離あんねんね。いきます。これでできたらすごい。弾けるの？出たよ、なんか出たよ。ピュッて出た。ゴルフじゃないんだ。一から教えていただけますか？わかりました、頑張りましょう。ということで今回は弓道が初めてという3人の女性と一緒に習うことになりました。外国人の方が、そうですね、そうです、はい、お二人は OL さんなんですか？はい、あ、そうです。なんでまたこれ弓道やろうと思ったんですか？一番初めて、ね、ストレス解消にいいって聞いたので。なるほど、上司のセクハラセクハラでね。ストレス解消にもなるんですか先生？そうですね、あとは姿勢を正すことによって肩こりが解消されたり、あと背中、お尻、内ももなどを全身のいろんなところを意識して使えますので、シェイプアップなどにもつながります。全身使うんですか？そうですね。では今から練習を始めます。はい、まずは本当の弓を触る前に、こちらがゴム弓というんですけれども、ゴム弓、弓を引く形を覚えましょう。はいはい、ここでのポイントなんですけれども、はい、矢を射るときは息を吐き続けて弓を引くっていうのがポイントなんですよ。息を吐き続ける、息を吸ってしまうと体がこう縮こまってしまって、はい、もう体のフォームが崩れてしまうんですよ。はい、鼻のですねところにつけて、はい、ちゃんと息を吐いてるかどうか。本当にこんなのやんの？先生本当にこんな練習法あるんですか？あります。鼻で口は閉じてないです。はい、おかしい。吐いてないとダメなんですって。ずっとそこは吐き続ける、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 吐いて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 。ミラクル。無理ですって、吐き続けるのが無理ですって。口、あ。